わあ、畑くんありがとう、いらっしゃい。6ヶ月もサブスクしてくれてんの、ありがとう、貴重なサブスク。また余ってた。昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った。僕はまだ一歩も外には出ていない。でよく寝坊する。君のことを思って5分早めた家の時計、もう意味ないな。タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな。カーテンが揺れて目が熱くなった。もうそこに君はいない。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとその言葉が君には重かったの。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きって その時思った。僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今更気づいても遅いよな。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今気づいたって何の意味なんだ。君が置いていたタバコ、僕の大嫌いものなのに、すげえ火をつけてしまった。君の匂いがしたのさ、君の匂い。しまった、やっぱりむせた。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はまだここにいた。
かな。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって少し苦い君の匂いになる。